ってなわけでね、今日からサマータイム突入いたしました。これね、俺のいるニューサースウェールズ州他いくつかの場所で適用されている制度なんですが、まあ簡単に言うとね、この期間に入ると時計の針が1時間先に進みます。これはね、日の長くなる夏の時間をね、有効に使うために導入されてます。例えば毎朝ね、今まで8時に出勤せんといかんのやったら、この期間に入ったら1時間早く起きんといかんくなるってことやね。そうせんと遅刻してしまうけんね。なんで俺もね、今日ね、全部時計のね、時刻を1時間進ませました。期間は毎年10月の第1日曜日から4月の第1日曜日まで。なのでね、これからオーストラリアはニューサースウェールズ州、シドニーとかもそうよに来る人たちは時差に気をつけてくださいね。日本からの時差は2時間で、ゴールドコーストからは1時間差ができます。ちなみにね、俺の今いるリズモアは、最高気温が28度、最低気温が9度でございます。まさに夏サマータイムですね。ってなわけでね、今日はオーストラリアのサマータイムについてちゃちゃっと話してきました。それではみんな、バイバーイ。